どうもこんにちは、たかしです。はい、やってまいりました。たかしです。ワンピースチャンネル、今日もありがとうございます。はい、今日も元気に行きましょうぜ。はい、今日はトレクルでございます。行きましょう。はい、今日はこちらトレクルです。こちら、クイズに答えてもらおう最強攻略データベース連動キャンペーンの2。イェイ、言えた投げ。超投げ。もうこれ3テイク目ぐらいですね。とりあえずなんかね、これがパッてね、この間出てきたので、これちょっと今日やってみたいと思います。今日10月8日に撮ってるんですけれども、ちょっとね、どんな感じかやってみましょう。詳細はこちら、はい。あ、何？ネットに繋がる感じですかね？ネットに繋がる感じ。あ、何ですかね？はいはいはい。これあれだよね、公式の攻略サイトですね。はい、最強攻略データベース。連動クイズキャンペーンとは？そう、これですよ、気になるのは。クイズに答えてもらおう。3色亀セットと虹の宝石1個もらえる。なんだってそれめっちゃありがたいでしょ。なになに、はいはい。ワンピーストレジャークルーズ最強攻略データベース連動クイズキャンペーン。なげんだよ、だからこれ超なげよタイトル。クイズに答えてアイテムをもらおう。はい、答えは攻略サイトを探せばきっと見つかるよ。ゲームに詳しくなってさらに冒険を楽しもう。はいはい、手順1、クイズに答えよう。クイズは全部で8問、どれもゲームを進めるのに役立つ情報ばかり。はい、攻略サイトを回って目指せ全問正解。正解しますでもでも多分できるんでしょ、多分ね。はいはい、何ですか。正解のアルファベットをメモしておいてね。アルファベットを順番ん出題順に並べたもの、例 AB え ABABAB がキーワードになる。なるほどね。ちょっとじゃあメモ、はい、メモ準備万端でございます。ちょっと待ってね。どういうこと。第1、あ、もうここから始まってんの。はいはいはい。第1問、バーン。モンキー・ディ・ルフィ、ゴムゴムのピストルからモンキー・ディ・ルフィ、バズーカに進化するのに必要な素材の組み合わせのうち正しいのはどれ。いやー、これ見ないと分かんないよね。あ、でも A か C かな。なるほどなるほど。まあ、ヒントがこれ、あ、こうやっていちいちヒントが教えてくれてるんだ。じゃあこれ見ましょうか。で、ピストルからバズーカに進化するには何が必要だったか。はい、どこですか。はい、どこですか。タツノコと、はい、赤盗賊。タツノコ赤盗賊、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 タツノコ赤盗賊。はい、 A、 第1問 A。 じゃあね、これから先ネタバレになっちゃうので、見たい方だけ見てください。で、自分でやるのめんどくさい、もうそういうの無理っていう人だけ見てくださいで、一応僕が今からやりますんで、で、どういった結果になったかってことを報告したいと思います。いきましょうか。じゃあ第2問、はい。黒鎧ガニはスペシャル島の何曜日の冒険で手に入る。あれ、カニって何曜日だっけ。忘れちゃったよ、もう。なんかとりあえず見ましょうか。はい、曜日バススペシャルリスト、曜日別スペシャルなんちゃら。さあ、カニが出てくるのは金曜ですね。これ見ると金曜です。はい、金曜でございました。はい、金曜でございます。はい、金曜ってことは第2問は金曜日なんで D ですね。はい、じゃあ次行こう。はい、第3問。なんか難易度めっちゃ赤いよ。なんかこれめっちゃ赤いな、うーんってなってる赤いな、うーんって4つになってるよ。はい、次のうち敵全体に固定で1000ダメージの連携技があるのはどの一部。なるほど、どの一部だろうね。あれ、グリーンパイレットとかっていくつだっけ。ちょっと見ましょうかね。ヒント、あ、なに、ヒントねえじゃねえかこれ。なに、あ、ヒントこれ貼ってくれてない。ヒント貼ってくれてないよちょっと見ようか。待って、連携技の一覧表がある。それを探してみましょう。はい、連携技の一覧表どこですか。連携技あった、連携技一覧表ありました。1000のダメージ、全体に1000のダメージがある方いらっしゃいませんか。すいません、全体に1000のダメージがある方いらっしゃいませんか。あ、いらっしゃいませんね。なかなかいらっしゃいませんね全然ねえじゃんかお前全然ねえよお前ねえよ、ちょっと待って。え、全然ないんだけど。あった、これだ、レッドコンビネーションですね。要はあれだよ、普通の海賊のあれと一緒だね。イエローフォーメーションとかでしょ。レッドとかイエローとかあれだ。確かそれ選択肢にあったよな。ちょっと見ようか。第3問ですね。グリーンパイレットね、だからね。レッドがあるから多分ね、あると思うんだよ。3番 C。違ったらどうしよう。こんだけかけといて。じゃあ4問いこうか。はい、4問。次のうち固定ダメージの必殺技を持っているのは次のキャラのうちどれ。はい、ゴムゴムのバズーカ、アシュラ一部銀、サンジ、ディアブルジャンプ、ナミサンダーボルト。これはよく使うんでわかります。 C ですね。4番は C、 サンジのディアブルジャンプでございます。これは結構使えるからね、5000クラス確か。はい、第5問。どうしても王子&リッチが欲しい、そんな時いつどの冒険をプレイするか楽しむのはどれ。なるほど。そんなのわかんなくね。でもまあ、でもオレンジだよね。オレンジのどっちかだ。オレン、あ、なるほどなるほど。オレンジのじゃあドロップ率が高い方なんじゃない、これ多分。日曜ってドロップ率アップとかあったっけ。まあいいや、とりあえず見てみようか。オレンジなはオレンジだと思うんだよね。あった、ドロップ率2倍が金曜なので、金曜だね。金曜、スタミナが月曜。
まあ、でも実際どスタミナの方がお得な気もするんですけどね、僕は。はい、というわけなんで、これは5番は A ですね。5番は A でございます。はい、じゃあ次行こう。結構簡単だ、こうやってやっていけば全然もう余裕ですよはい、行きましょう。第6問、無強化でも船長の体力プラス500という効果が得られるのはどの船。ああ、これ簡単じゃん。バラティエですよ。バラティエです。6番バラティエ、6番バラティエ。でも実際バラティエよくはメリーを強化した方がいいですよまだ始めたことバカバカ。なんだすっげえ、第7問めっちゃ真っ赤だぞ。真っ赤ってやってよ。はい、行こう。次の星3キャラクターのうち攻撃力が800を超えないのは誰。むずいなこれ。ちょっとこれ見なきゃいけないか。とりあえず見ましょうか。そしたらとりあえずアルビダ、モーガン、モモンガ、バズーカ、勝利。バズーカ超えなかったっけな。ちょっと見ましょう。でとりあえず星3、キャラ一覧ってどれだ。あ、キャラ図鑑これか。いやいや、これめんどくせえよ。結構めんどくせえよ。あ、あったあった。星3で誰がいたっけ。カナボのアルビダ800を超えないって言ってたよね。あ、アルビダ超えないじゃん。早速超えないです。カナボのアルビダでした。早速超えなかったわ。はい、つまり第7問はアルビダです。 A です。ありがとうございます。はい、次8問目いきましょう。なんだ8問真っ赤っかじゃねえかよ。もうこれないでもなんかちょっとなんかこの差があるけど、一個一個とりあえず見よう。何、戦闘時のキャラの攻撃力がどのくらいになっているのか計算してみよう。なるほど。あるキャラクターは1ミの戦長効果は攻撃力 1.5 倍、フレンドは 2.5 倍、相手はこちらの得意な属性、あるキャラクターは敵にとっての苦手属性みたいな。まあいや、とりあえずさらにスロットもキャラのセットとしている。いや、これ普通に計算すればいいだけでしょ。ちょっと計算します。1.5 倍、2.5 倍、相手は何これ、3番目がよくわかんない。相手はこちらの得意な属性ってことは2倍でいいんじゃない。純粋にさらにスロットもキャラの属性と一致してる、つまり2倍ですね。これは出ました。 C ですね。 C、 どうしよう、間違ってたらちょっとあれだけど。さあ出ました答え。そんでどうすんの。クイズが終わったら手順2に進もう。はい、専用サイトで答えを入力。はい、専用サイトこちら。はい、入れます。専用サイトいきます。これで答えを入力。はい、なるほど。で出た答えはアップルじゃねえ。なんで、ね、急になんで予測変換でアップルになっちゃった急にアップルでした。 C。 さあ出ました、これです。いきます。え、ユーザー ID を入力でした。あ、合ってたのかな。あ、入力成功、合ってました。よいしょー、やりました。合ってた。ユーザー ID なんだっけ。ユーザー ID メモってねえよ。さあ今見てきました。なんだっけな。さあ来ました、やった。豪華亀セットをゲットしました。虹の宝石を1個ゲットしました。あれすー、やった。とりあえず見てみましょうか。お、来た来ました、めっちゃ来ためっちゃ来ました。とりあえず1個目が宝石ね、虹の宝石、石もらった。やった。赤タイローガミいただいた。はい、青タイローガミいただきました。そして黄色タイローガミ、見えるか、緑タイローガミいただきました。ありがとうございます、やったこれ結構お得だね。ありがとうございます。はい、その感じで最強攻略データベースのキャンペーンやってみたりございました。はい、でね、まあ一応答え出しちゃいますまあどうせなんかツイッターとかでも回ってそうなんで、まあいいかなと思って出しちゃいますはい、じゃあ今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、また動画上げていきますので、また見てください。はい、それじゃあ私は明日も頑張っていきましょうね。また動画見てね、バイバーイ。はい、今日はトレクルでございます。こちらこのクイズに、はい、今日はこちらでございます。クイズに答えてもらおう。声が長いな。長い。全然覚えられないよ。